OK だ、キャプテン。キャプテン、実はよしこ、みんなに鉢巻きを作ってきたんですね。マチコ、鉢巻き？はい、でもどのチームも鉢巻きなんてしてませんから。誰どれ？あ、これだけ作るんじゃ大変だっただろう。そういえば藤沢は2学期からはアメリカへ行っちゃうんだったよな。そうか。よし、せっかくマネージャーが作ってくれたんだ。今日はこれを締めて試合に出ようぜ。さあさあ、よしこ、一本ずつにみんなの背番号を刺繍したのよ。え、本当だ。ちょっと貸して。はい、よしこ、あとは私が配るわ。はい、小田くん。はい、松山くん。お、サンキューマネージャー。神様お願い、どうか松山くんを勝たせてあげてください。よし、翼、俺は絶対負けないからな。みんな、フラノは絶対勝つぞ。はい。怪我は大丈夫か、翼？うん、足はテーピングすればほとんど普通にプレーできるし、肩だってほら、昨日よりは全然いいよ。とにかくあと2試合、体が粉々になっても俺はやるよ。翼、翼がそこまで燃えてんじゃ俺たちもやるしかねえな。そういうこと、暑いけど今日も頑張ろうぜ。あー、よし、行くぞ松山君。さあ、そろそろ東方と明和東の試合が始まる頃だ。決勝はどっち見て当たるんだ、しっかり止めておこうぜ。はい。第16回全国中学生サッカー大会もついにベスト4の対決、準決勝です。最初に決勝へ駒を進めるのは東京都代表東邦学園か、それとも埼玉県代表明和東中学か。さあ、今キックオフです。行くぞ。はい、行け、サッカー王国埼玉の底力を見せてやれ。東邦なんかに負けるな。さあ、明和東は沢木君がまずドリブルで上がっていきます。そしてフォワード堀君、榎本君がフォローしています。沢木君、堀君へパス。試合開始早々うまくパスをつなぎ攻め上がります明和東中学。行け明和東。地元だけに明和東の応援席は早くも超満員、場内には大歓声がこだましています。それにしても東邦学園、この大事な一戦にまたもエース日向君をスタメンから外してきました。今日も日向君はベンチです。どうした日向、出してもらえないんだったら埼玉に戻ってきたらどうだ。明和東ならいつでも出してやるぜ。観客のやりが容赦なく日向君に向けられます。それもそのはず、日向君は埼玉県出身で、今戦っている明和東中のイレブンとは明和 FC で共に戦った仲間なのです。キャプテン、さあどっからでも来い。行きます。お前ら、それでも明和の特攻スライディング部隊か。すいません。バカ野郎、謝るくらいなら初めから気の抜けたプレーはするな。お前たちに必要なのは気迫だ。獲物に食らいつくサメになれ。サメ、敵の足を食いちぎる気迫でスライディングに飛ぶんだ。はい、キャプテン。よし、もう一度行くぞ。
俺たちがここまで来れたのはあんたのおかげだ。今でもあんたのことを尊敬していることに変わりはない。俺たちはあんただけを目標にここまでやってきたんだ。ヒューガさん、実力をつけた俺たちを見てくれ。見事なパスワーク、目は開く。ぐんぐん東方陣内へ攻め込んでいきます。赤をパスカット。東方沢田武君、ここで明和東の猛攻を食い止めた。彼もまた明和 FC 出身の選手です。先輩たち、僕は負けるわけにはいかないんだ。ヒューガさん抜きの最後の一戦、何としても勝つ。たけし、さすが沢田君。沢田君、ドリブルで上がります。さあ来い、たけし。俺たちだって後輩のお前に負けるわけにはいかないんだ。さあ、明和東はゲームメーカーの沢田君を2人がかりでマークします。それでも沢田君、パスを出した。よし、あっと、しかしこれは通りません。この鳥夏君へのパスは完全に読まれていました。なんであのパスが取られるんだ。さあ、再び明和東の攻撃です。よし、やっぱりこっちの作戦通りハマってきたぜ。行くぜ。たけしを徹底的にマークし、キーパーを沸かしますから、なんとしても1点取るんだ。キャプテン、いや、東方のヒューがこっちの方、この戦場に引きずり出すんだ。キャプテン、今日の明和東は選手全員の動きがいいな。ああ、多分この一戦に照準を絞って体調を整えてきたんだろう。それにしてもヒューガは。ヒューガ君はまたベンチか。ヒューガ君。明和 FC で一緒だったあいつらが自分たちだけでここまで上がってきているというのに、俺はここで一体何をしているんだ。三上さん、ヨーロッパ選抜メンバー20人のリストは出来上がりましたか。まあ大体ですがね。で、どうするおつもりです。この大会1試合も出ていない日向小次郎は。私の個人的意見を言わせてもらえば、もしこの大会一度も試合に出なくても、日向小次郎を全日本のセンターフォワードとしてヨーロッパに連れて行きたいですね。でも協会がそれを許してくれるでしょうか。その点は微妙なんだけど、ヨーロッパの少年たちに日本のタイガーを見せることができればいいのですが。明和東の必要な攻撃が続きます。中盤での両チーム見応えのあるボールの奪い合いです。この辺り明和東のディフェンスは非常に硬い。くそ、沢田君完全にマークされている。あれでは。さあ、明和東、成田君早くもシュートレンジに入った。さあ、成田君シュートを打つか。あと、パスに切り替えた。任せます。お前から最初に点を取るのは俺たちだ。フィニッシュは佐伯君だ。くらえ。あっと、この試合最初のシュートを打ったのは明和東。成田、佐伯君のミドルシュート。いいだ。我が人君ジャンプ。くらえ。取った。キーパー我が人君ナイスキャッチ。さすがは今大会ナンバーワンキーパー、ただいま無失点記録更新中の若島津くんです。ダメか。ナイス若島津さん。昔の仲間だからって手加減はしないぞ。ふん、さすが若島津。でも今のは序の口よ。お前の弱点はとっくの昔に分かっているんだ。若島津くん、すかさずキック。お前のことを誰よりもよく知っているのは俺たちなんだ。さあ、このボールがゲームメーカー東方のコントロールタワー、沢田君へ。さあ、沢田君、ここはどうするか。明和東ディフェンスは硬い。あと、島野君へパスを出した。ダメだ、パスカット。読まれている。沢田君の動きは明和東に完全に読まれている。ボールを奪った明和東、堀君ドリブルで上がります。ここは優勝候補東方も意地を見せます。しかし、ボールは明和東。くそ。お前らのことを誰よりもよく知ってるのは俺たちなんだからな。さあ、沢木君が上がる。そして榎本君へ。中盤でのパスワークが冴えます。明和東。ふっ、くそ。
がみんな呼ばれている。前半早くも20分を経過して両チームとも無得点、0対0の均衡が続きます。早く先取点が欲しい両チーム。明和東、依然としてボールをキープ。それにしても今日の東邦学園の動きはちょっとおかしい。いつもとまるで違います。ゲームの流れは完全に明和東のペースです。ゲームメーカー沢田君の動きにいつもの精彩が全く見られません。それましたもらったダメだ、パスが通らない。東邦学園明和東の素晴らしいディフェンスに合い、なかなかチャンスがつかめません。その間に明和東のフォワードは東邦ゴール前に上がってきました。さあ佐々木君、ここは思い切ってミドルシュートか。よし、シュートだ。かかったぞ。あとこれは違う、成田君へのパスだ。若島君、逆を突かれた。何もらった。出せるか。若島君、ジャンプ。明和東先取か。あっと若島君キャッチ。お前たち相変わらずの空手サッカー、さすがだぜ。しかし今度はそれを封じてやる。名キーパー若島津君を脅かすとは。明和東前半、明和東押し気味に試合を進めながら、キーパー若島津君の再三にわたる好プレーにゴールを阻まれ、いまだに得点できません。この試合、先取点を取った方が圧倒的に有利になると。それだけ。さあ若島津君、これをすかさず中盤の沢田君へ送ります。頼む武志、キャプテンのいない今頼りになるのはお前だけだ。この試合何としてもキャプテンなしで勝つんだ。そのために1点でいい、取ってくれ。あとは俺が守る。例によって沢田君ドリブルで上がります。そしてどこにパスを出すか。来るぞ。あう。中盤での明和東の厳しいマークです。ダメだ、反町さんはマークされている。あっと横に振った。もらった。しかしこのパスも読まれていた。明和東またもパスカット。たけし、お前からのパスを散々受けていた俺たちだ。今でもタイミングは覚えているぜ。いかん、たけしのパスコースが全部読まれている。こんな時ヒューガさんがいたら。弱音を吐くな、たけし。頑張れ、頑張るんだ沢田君。さあもう前半ほとんど時間はありませんが、素晴らしいダッシュを見せます明和東。これはひょっとすると優勝候補東邦学園が敗れるという大番狂わせが演じられるかもしれません。それにしても再三申しますように、今日の東邦学園はゲームの組み立てがどうもちぐはぐです。よし、前半最後の詰めだ。あれをやるぞ。さあ明和東、佐々木君、大前へ大きくボールを上げた。そしてそれにフィールドプレーヤー全員がなだれ込んでいく。キックアンドラッシュ。これは明和東前半のラストチャンスだ。なんだ、何をやろうというんだ。あっと、ここで惜しくも前半終了のホイッスル。両チーム無得点で折り返します。東邦学園が前半を0点で終わるのはこの大会この試合が初めてです。しかもシュート数は明和東の6本に対して、東邦はなんと1本のシュートも打っていません。押されてるな東邦は。うん、やっぱりヒューが抜きじゃ東邦この試合苦しいな。ヒューがさ、キャプテンがいてくれればもっと楽にできる試合なのに。キャプテン、お前たち勝ちたくないのか。勝ちたいんだったら
他人の力など当てにするな。自分たちの力を出し切ればいい。お前たちにはその力があるんだ。はい。さあ、今日のお前の動きは読まれているようだ。冒険しても構わん。作戦を変えていけ。はい。いいか、この試合必ず勝つぞ。はい。よくやったぞみんな。全般守りは完璧だった。終了間際は本当に惜しかったな。何としても1点取ろう。はい。このペースでいけば必ず一度は決定的チャンスをつかめるはずだ。そのチャンスを逃すんじゃないぞ。みんな、明和 FC で日向さんにお世話になった何よりの恩返しは俺たちが勝つことだ。よし、行くぜ日向さん。沸かします。さっきは時間切れでチャンスを逃したが、今度はお前から決めるぞ。日向さんのいない東方なんて骨抜きだぜ。俺が試合に出ていれば3対0の試合だ。クソ、もし後半明和東に先制でもされるようなことがあれば、俺はグランドに出る。よし、行こう。たけし。はい。沢木たちはゴール前で何か仕掛けてくるぞ。注意しろ。はい。日向さんのためにも絶対に負けられない。僕の動きが読まれるのは当然かもしれない。明和東のほとんどの選手は明和 FC で一緒にプレーしてきたんだ。それにあの吉良監督の特訓を共に受けてきている。みんな波の選手じゃない。さあ、注目の後半戦、東方のキックオフで試合開始です。こんな時、同じミッドフィルダーとゲームメーカーの翼さんならどうするんだ。どうやって攻めの突破口を開くんだろう。隙だらけだぞ、たけし。あと、ボールカット。しまった。油断したか、沢田君、難なくボールを取られました。たけし、どうしたんだ。沢田君、おかしいぞ。沢田君は相当動揺してるな。やはり、1年生のゲームメーカーはちょっと無理かもしれない。それいけ、ゴーゴー、明和東。何やってんだ、沢田。たけし。明和東、坂本君ドリブルで上がります。またもや明和東のチャンス。東方、川辺君がスライディングタックルに行く。あと、ボールがこぼれた。このボールを東方、川辺君が辛くもコーナーキックに逃げました。後半最初のコーナーキックか。そろそろチャンスかもしれないぞ。うん、よし、ここだぞ。今井、もっと右だ。川辺、前だ。さあ、ゴール前を固める東方ディフェンダー、若島津君が指示を出します。ゴール前で何か仕掛けてくるぞ。何をやってくるんだ。東方は動揺している。さあ、ここは明和東、どういう作戦で来るか。まずは若島津に飛び出してこれない位置にボールを上げることだ。川辺君、大きくゴール前に上げました。よし、もらった。このボールを明和東のキャプテン、長身の成田君がゴール前の交差の中に落とした。さあ、ボールに殺到する明和東ジャブ。これは全員攻撃。明和東フィールドプレイヤー全員がこのボールの位置に走り込んでいった。何、仕掛けとはこのことか。クリアだ。大きくクリアするんだ。ゴール前の混戦に持ち込めば、若島津も普通のキーパーと同じだ。これはものすごい混戦になりました。しかし、人数は明和東の方が圧倒的に多い。キーパー若島君もこれでは飛び出せない。後方クリアできるか。わっと、だからボールがこぼれました。若島君飛び出せない。これは決定的なチャンスだ。しまった、もらった。さあ、堀君ゴール前、シンデリカのシュート。ボールはゴール左側。若島君横飛び。若島君キャッチできない。これを弾いた。若島さん、しかしボールはまだ生きてるぞ。頼む、クリアだ。クリアしてくれ。俺たちの本当の攻撃はこれからだ。守れ、クリアだ。そうはさせるか。さあ、後方クリアできるか。明和東、またもやラッシュ攻撃。敵の足を食いちぎる気迫でスライディングに飛ぶんだ。プレー、明和東特攻スライディング部隊発進だ。やってやー。
サークルを先頭にスライディングでボールを押し込みに行った。バター決まった。ゴール、明和東のゴールへのものすごい執念が実りました。選手権は明和東です。これは驚きました。明秀若島津軍をもってしても防ぎきれなかった明和東の全員攻撃。これで若島津軍の今大会無失点記録はとうとう破られました。さあエース日向君を欠く東邦学園、このピンチをどう切り抜けるか。これから先の試合展開が非常に楽しみになってまいりました。